おはようございます。ただいまから第2回定例会告示日主会見を始めます。はじめに市長からご挨拶を申し上げます。はい、おはようございます。本日の会見は、第2回定例会の告示日会見ということでございます。発表事項以外に私がお話しすることはありませんので、早速私からは、国の交付金を使って、物価高騰対策等を行う事業について説明をさせていただきたいと思います。お手元に、パワーポイントの資料をお配りしていると思いますが、今回交付金、国の価格等価格高騰重点支援地方交付金、これを使って行う事業というのが、総事業費6億8300万ほどで実施をいたします。今回の第2回定例会に提案します補正予算の総額は9億9100万ほどですけれども、そのうち6億8300万ほどを、この交付金を使って物価高騰対策に充てるということであります。事業数は8事業ということですが、大きく分けて2つ、生活支援、生活者の支援のための事業が2本、それから、事業者の支援が6本ということになります。生活者支援の方は低所得世帯への生活応援給付金の給付、それから保育所等の復職費の一部補助ということになります。それから、事業者支援といたしましては、交通事業者の支援、それから、社会福祉事業者の支援、それから、融資制度を利用する中小企業の皆さんの利子相当額を補助する資金繰り支援、それから、観光事業等に取り組む皆さんが今後、インバウンドの促進や、環境通信環境の整備などに使う補助金、それから酪農業の支援、それから将来的にこう効いてくるようにエネルギーコストを削減していくいろんな取り組み、これを県の補助制度をこう補完する形で支援する事業、こういった事業に取り組むこととしております。最初に低所得者の低所得世帯への生活応援給付金ということでありますけれども、これは国の方で、考えている、1世帯あたり3万円を住民税の非課税世帯へ、支援する、この、支援に加えまして、生活保護世帯や、住民税の均等割のみを課税している世帯、そして家計急変の世帯、こういった世帯に対して、支援をしていくというものでありまして、対象世帯が、明らかなものにつきましては、こちらから、通知と申請書を送って申請をいただく、それから、過激予変の世帯などについては、周知をしてそれをもとに、申請をしていただくということで、進めてまいります。で、こちらから通知を申し上げて申請書を出していただくという対象世帯の皆さんには8月中旬頃から支援を給付を始めることができるように手続きを進めていきたいということで考えております。それから、保育所等の、復職費を一部補助するという子育て世帯向けの支援ですけれども、これにつきましては、当初予算ですでに、1人当たり、月200円という、こういう補助をしているわけですけれども、これでは足りないということで、実態調査を分析してみました結果として、600円増額、1月あたり600円1人当たりの額を増額しまして、1月1人800円という復職費補助を、保育所等へ直接補助をすることにいたします。保育所等に直接補助をいたしますので、保護者の皆さんに直接何か手続きをしていただくという必要はございません。次に事業者向けの支援ですけれども、交通事業者の皆さん、燃料の価格高騰に、苦慮しているわけですけれども、
今年の4月から9月末までの補助対象期間において、対象車両の運行のために購入した、燃料の、合計に補助支援単価を応じた金額を支援をしたいということでございまして、補助支援単価につきましてはその資料の表にある通りということであります。次に社会福祉事業者への物価高騰対策の補助金でありますが、これにつきましては市内の障害福祉事業、介護保険事業、それから児童福祉事業を経営する事業者の皆さんに対しまして、そこにありますようにその施設の種類に応じて基準単価を設けて、その基準単価とそれからそれをご利用いただいている定員に対しての加算単価、この合計額を支援するということでございます。当面9月30日まで半年分の支援をいたします。次に融資制度を利用する中小企業等の皆さんの資金繰りを支援しようということで、飯田市と県の融資制度を利用する事業者の皆さんの借り入れ当初12ヶ月分の利子相当額を補助する、まあ、こういう支援を行います。補助対象期間は今年の4月1日から年末まで融資が実行されるものということでございます。次に、インバウンド促進おもてなし環境整備経費の一部補助ということでありますが、観光事業はまだまだ、立ち直りの途上ということに、なります。これからインバウンドの需要が増えていくことを見越して、この対象経費の表にありますように通信環境の整備や電子決済の導入、それから多言語表記の整備、こういった今後に向けた環境整備を行う事業者の皆さんに対して、事業再構築支援ということで、補助をいたします。対象経費の2分の1以内、上限30万ということで、支援をするものでございます。それから今非常に、打撃を受けている酪農業、酪農業の支援ということで、酪農を経営している皆さんの飼育している乳幼牛1頭につき8000円という、まあ単価で、支援をいたします。今の酪農業、特に長野県ではですね、非常にまだ打撃を受けているということで、これをなんとか継続していただきたいということで、今申し上げたような支援を行います。最後に、エネルギーコストの削減促進事業補助金を交付するということでありますが、これ県の方でもですね、エネルギーコスト削減促進補助制度というのを設けていますけれども、この制度に対して、対象事業費が、小さい場合であったり、あるいは、大きくて県の補助だけでは十分でない、まあ、そういうところを補完拡充しようということで、市の方でも支援メニューを設けてですね、補助をしていくということでありまして、補助メニューちょっと細かくなっていますので、一つ一つはご説明いたしませんけれども、今申し上げたような趣旨でですね、将来的に、エネルギーやあるいは CO2 を削減していく、まあ、そういう取り組みに対して、県と力を合わせて支援をしていく、まあ、こういう趣旨の補助金を設けるということでございます。以上が、国の価格高騰重点支援地方交付金を活用して行う事業ということでございます。これを含みます補正予算案、それから、今回の第2回定例会の議案全体につきましては、この後、担当から説明をさせますのでよろしくお願いいたします。続きまして発表事項に移らさせていただきます。括弧1、令和5年飯田市議会第2回定例会提出議案、関連しまして括弧2、令和5年度一般会計補正予算第2号案につきまして、一括して総務部からご説明申し上げます。
それではよろしくお願いいたします。第2回定例会提出議案の概要につきましてご説明申し上げます。資料、令和5年飯田市議会第2回定例会まとめをご覧ください。今回の提出案件は報告案件11件、人事案件1件、条例案件7件、一般案件3件、予算案件3件の合計で25件でございます。まず報告案件でございます。報告第9号は損害賠償の確保を定める専決処分を行ったことにつきまして報告をするものでございまして、令和4年11月22日に飯田市地合いの指導でございますが、飯田市所有の原動機付自転車の事故による物的損害に関わる賠償額につきまして令和5年5月2日に専決処分を行ったものでございます。報告第10号は飯田市国民保護計画の変更につきまして議会へ報告するものでございまして、国の基本指針の変更や県の国民保護計画の変更などに沿ってまた合わせて所管省庁の変更でありますとか市の組織変更と必要な変更を行ったものでございます。報告第11号と報告第12号の2件は債権に関する権利の放棄につきまして報告するものでございまして、報告第11号は病院料金に関わる債権の放棄について、報告第12号は水道料金にかかる債権の放棄につきまして報告するものでございます。報告第13号から報告第16号までの4件は令和4年度の繰越計算書の報告でございまして、報告第13号が一般会計繰越免許費、報告第14号が病院事業会計予算、報告第15号が水道事業会計予算、報告第16号が下水道事業会計予算のそれぞれ繰越計算書の報告でございます。報告第17号から報告第19号までの3件は経営状況を説明する書類の提出でございまして、飯田市土地開発公社株式会社飯田健康温泉一般財団法人飯田勤労者共済会の経営状況について報告をするものでございます。続きまして人事案件の1件でございまして、議案第52号は農業委員会の委員の任命につきまして、飯田市農業委員の任期が満了するため次期農業委員の任命について議会の同意を求めるものでございます。続きまして条例案件でございます。議案第53号は飯田市税条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地方税法の改正により森林環境税が導入されることに伴う市民税の改正ほか軽自動車税に関する規定について所要の改正を行おうとするものでございます。次のページをお願いいたします。議案第54号は飯田市家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例並びに飯田市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、子ども家庭庁の設置に伴い所管大臣が厚生労働大臣から内閣総理大臣に変更となったため改正をするものでございます。議案第55号は飯田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、地方税法施行令の改正によりまして後期高齢者支援金等課税額の課税限度額や権限判定所得の基準額の変更など政令に従いまして条例の一部を改正したいとするものでございます。議案第56号は飯田市福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、運用する法令の名称の変更や保健医療機関薬局に電子資格確認が原則義務化されたことに伴う規定の追加等でございます。議案第57号は飯田市未熟児
養育医療費用徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、子ども家庭庁の設置に伴い所管大臣が変更となったため改正をするものでございます。議案第58号は飯田市水道条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、安全で安心な水道水を安定して供給するために水道料金を平均で 18% 引き上げるため料金表と条例の一部を改正しようとするものでございます。議案第59号は飯田市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございまして、公共下水道事業の計画変更の認可決定を受けまして計画区域面積や計画処理人口を変更するものでございます。続きまして一般案件でございます。議案第60号は返事にかかる公共的施設の総合整備計画の策定についてでございまして、令和6年度から令和10年度までの5年間を計画期間とするケロコボ返事にかかる公共的施設の整備計画といたしまして、指導の改良事業計画を策定したいとするものでございます。議案第61号は土地の取得についてございまして、達成インター産業団地第2造成地約 2.7 ヘクタールの土地を取得することにつきまして議会の議決を求めるものでございます。議案第62号は指導路線の変更についてでございまして、経営団地内の県の土地の譲渡に伴う飯田303号線の変更のほか、指導の道路改良による変更と合わせまして合計で3路線の変更につきまして議会の議決を求めるものでございます。続きまして予算案件でございます。議案第63号は令和5年度飯田市一般会計補正予算第2号案でございまして、この後引き続き財政からご説明をさせていただきます。議案第64号は令和5年度飯田市介護老人保険施設特別会計補正予算第1号案でございまして、故障した高齢配膳者の方針にかかる補正、それから議案第65号は令和5年度飯田市水道事業会計補正予算第1号案でございまして、水道料金の改定にかかる補正でございます。以上でございます。記載はございませんが、5月30日の初日に追加提案といたしまして、5月26日に株主総会を予定しております飯田清掃株式会社の経営状況を説明する書類の提示について、という、報告案件の件と、それから近日中に仮契約締結予定でございます南大志川橋梁の耐震補強工事の工事請負契約の締結についての一般案件1件を予定しておりますので、ご承知のほどよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。引き続きまして、では5年度一般会計補正予算第2号案について財政課から説明させていただきます。補正額総額は9億9119万円の増額でございます。内容は冒頭市長が説明申し上げましたけれども、国の電力ガス食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用した事業を計上してございます。この地方交付金でございますけれども、今回新たに低所得世帯支援枠というものが設けられておりまして、こちらの名前の通り低所得世帯への負担軽減を図る事業への活用ということを想定されておりまして、住民税非課税世帯と1世帯当たり3万円を基礎として算定された額が市町村に交付されることになっております。またこの低所得世帯支援枠以外にも物価高騰の影響を受けている生活者や事業者に対する支援金として、人口や事業所数などに応じて交付金が交付されることになっておりまして、またさらに推奨事業メニューということで効果的な事業の例示もされているところでございます。
今回の重点交付金の投資への交付限度額ですけれども、総額5億6000万円余でございまして、うち低所得世帯支援枠として1億9500万円余、その他推奨事業メニュー分として3億6500万円余というふうに示されております。本補正予算には当該交付金の交付限度額全額を各事業の財源として計上してございます。それでは具体的な内容でございますけれども、冒頭市長の方からご説明申し上げましたので、その部分については省略させていただきますけれども、6点確認させていただいております。1点目は、低所得者への3万円の給付をする事業ということで3億6600万円を計上してございます。その下の2つ目が、社会福祉施設等への物価高騰対策ということで1億3000万円を計上してございます。3つ目が事業者へのエネルギーコスト削減促進事業ということで9100万円を計上してございます。右上に移りまして、観光関連事業者への環境整備経費の支援事業ということで2300万円を計上してございます。その下でございますけれども、感染症予防接種事業ということで1億9600万円を計上してございますが、こちらにつきましては新型コロナウイルス感染症ワクチン接種にかかる費用でございまして、令和5年度のワクチン接種につきましては、これまでの集団接種のような短期間集中型の接種から個別医療機関を中心とする接種体制に移行していくということで国の方針が示されたところでございますけれども、これに伴いまして令和5年度につきましては高齢者、基礎疾患のある重症リスクの高い方、また、5歳から11歳までの子どもについては 年2回の接種を予定しております。それ以外の方については年1回の接種を行うということを基本としておりまして、5年度、ワクチン接種に必要となる経費を予算計上してございます。続いて6点目になります。水道事業会計補助金ということで6800万円を計上してございます。こちらは水道料金改定にかかる予算でございまして、上下水道事業運営審議会に対しまして令和5年10月1日からの水道料金改定の諮問を行ったところ、電気料等物価上昇も厳しい状況もあり令和6年1月1日からの値上げとする旨の答申をいただいたところでございます。市としましては答申を尊重し答申内容に沿った改定を行いたいというふうに考えておりまして、本議会に料金改定にかかる条例案および補正予算案を提出させていただいております。これにより改定時期を3ヶ月繰り延べることになりますが、その影響額が6800万円余ということになりまして、上下水道事業運営審議会からの答申の付帯意見も踏まえその相当額を一般会計から補助したいとするものでございます。説明は以上でございます。それではただいまの第2回定例会提出議案並びに一般会計補正予算第2項につきましてご質問を受けたまわります。ご質問がある方は挙手をいただきまして、指名を受けましたら社名氏名についてご質問ください。それではご質問ください。品野真理新聞さん。新聞の前です。よろしくお願いいたします。物価高騰対策で何点かお伺いしたいのですが、8ページの酪農業への営農継続支援なんですけれども、飯田市内では酪農業の方々が東京でしょうか、廃業が相次いでいるということですけれども、こちらの状況をお聞かせいただければ。はい、長野県内では非常に廃業が全国に比べて割合高くなっておりますけれども、飯田市内におきましては廃業はございますけれども、この物価高騰の影響を受けたというわけではなくて高齢化による廃業ということですので、まだ今のところこの物価高騰によって廃業に追い込まれた農家さんはいらっしゃらないという状況です。分かりました。それから9ページのエネルギーコストの削減に関するところなんですが、すみません、担当の方から少し詳しくご説明いただければと思いますが、県の
事業の補助補完拡充として例えばどんなところが特徴的でしょうか、教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。県の制度との違いですね、リーダー市としてどういうところを拡充部分として展開するかということをご案内させていただきます。簡単に県の制度も触れながらご案内させていただきます。まずは補助対象事業者でございますけれども、これは飯田市の区域内に事業所を持っていて、で県内に本店あるいは本社機能を持っている方というと県と一緒にいたしております。で、事業の業種についても県と一緒のところで、ここの点は全く重なっているところでございます。で対象設備につきましては、お手元の9ページの資料の補助メニューというところに表がついておるところでございますが、この物品メニューに加えまして市独自で蓄電設備関係を、発電蓄電設備、それから EV 自動車についても追加をいたしておりますので、これは県に上乗せをした部分となっております。それからですね、補助率補助額についてでございますけれども、例えば申しました、発電設備関係市が独自で乗せているものについては出力1キロ当たり、市は5万円以内ということで乗っけ取るところでございますけれども、それから、発電設備以外のものもたくさん省エネ設備等も乗っかっているんですけれども、これはですね、対象経費等の補助、どういう、コストに対してどの割合で補助するかということは県と一緒なんですけれども、県は、補助の下限が75万円になっております。一方で市は補助の下限を15万円とかなり低いところから、の段階から補助を受けるようにしておりますので、かなり薄く広く、補助を展開できるというような組み立てになっているところでございます。それからもう一点異なりますのが、県の事業では一部の事業者で社会福祉施設等ではですね、補助率を一部4分の3という、ちょっと割り落としを、講じている部分があるんですが、言い出しては全ての対象事業者に差異を設けずに一律の、取り扱いをさせていただくと、この点が検討の差でございます。以上です。ありがとうございます。それから、すみません、戻って2ページのところで、低所得者世帯への生活支援なんですけれども、先ほど、いつも、対象世帯数等をお聞きしていると思うんですが、とりわけの市独自の対象としては、どのくらいの世帯が対象なんでしょうか。全体の数と、2から5の、稼働をお願いできればと思いますが。はい、対象世帯ですが、4番がちょっと違っているんですけど、4番を除いて1、2、3、5の対象が9000になります。9000世帯を予定しております。それから4番の、所得均等割の非課税世帯は2500というふうに予定をしております。今回国は昨年度のように細かい規制を設けておりませんので、国と市の違いっていうところはちょっとあまり今のところ明確にはいくつということは出してはおりません。来ました、ありがとうございます。すみません、引き続いてお願いいたします。議案の方なんですけれども、今回水道料金に関しては条例改正案、料金改定にかかる条例改正案が出るということですけれども、以前佐藤市長おっしゃっていました、市民への負担軽減策の部分については今回の議会では何かご提案されますでしょうか。はい、今回の議会では具体的に市民の皆さんの負担軽減策については盛り込んでいません。実際に、料金を改定をしますのが6年の1月1日ということで年度の一番後半の部分になりますので、もう少し状況を見極めながら対策については考えたいということで、今回の補正予算の中には盛り込んでいませんが、審議会あるいは審議会から投資についての付帯意見や審議会からの申し入れの中で負担軽減策について言及されていますので、それにつきましてはもう少し時間をかけて内容を考えた上で、その実際の改定時期に近い頃に内容を盛り込んだ補正予算を出したいというふうに考えています。ありがとうございます。それからですね、
議案第61号の土地の取得に関してなんですが、これは多数インターの産業用地としてということですけれども、これから整備する分の土地の取得ということでしょうか。はい、産業経済部長清水でございます。ご質問の向きですが、これにつきましては達成のインターチェンジ、これまで、約10年かけて整備利用してきておりますが、特にその第二造成地という上田駅について、その影響範囲が当初確定しなかったものですから、確定した段階で取得するというようなことで、今回正式に、その面積が確定したということで取得をするものでございます。見ました、ありがとうございます。他に何でしょうか。よろしいでしょうか。ケーブルです。ケーブルテレビです。市長にお伺いしたいんですけども、この改めてこの、物価高騰などの、補助金出てますけども、改めて言い出しての現状認識というか、こういった支援がまだ必要だということなんですけども、そういう背景についてどういうふうに認識していらっしゃるか教えてください。はい、今回国の交付金の内容も、低所得世帯に向けた支援、それから事業者に向けた支援ということで、交付金の内容も2つに分かれていますけれども、昨年度から続いている物価高騰の影響というのは、市民生活あるいは事業者の事業環境に大きな影響をまだまだ及ぼしているという状況で、それが続いているということでございますので、それに対して当面9月末までを対象として今回補正予算を組んだということでございます。ありがとうございました。その他いかがでしょうか。中日新聞さん。新日新聞からです。酪農業への支援金交付をお伺いしたいんですけれども、これ対象となる酪農家さんって大体何件くらいあるんでしょうか。はい、市内では15、6件というふうに想定しています。先ほどその物価高騰での廃業は今のところないっていうふうにおっしゃってたんですけれども、実際にもうちょっとだいぶ厳しいんで、そういったことも考えてるみたいな相談っていうのはもう入ってるんですかね。事業者の皆さんとお話ししてれば厳しいというお話ありますけれども、その具体的に廃業を考えているというようなお話は私どもは受け止まっておりません。ありがとうございます。その他いかがでしょうか。それでは第2回定例会提出議案一般会計補正予算第2号案につきましては以上とさせていただきます。それではここで、全体としましてご質問を受けたまわります。それではご質問のある方は挙手いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。読売新聞さん。読売新聞柳沢です。おはようございます。生成 AI、はい、チャット GPT、 県が過日、ガイドラインのようなものを示しました。近いところでは飯島町が試験に入っています。飯田市としては何かお考えはあるんですか。はい、まだ当面具体的に市の業務で、使うといったことは考えていないという状況です。チャット GPT につきましては、非常に、なんていうんですかね、もっともらしいという言葉がいいのか、質問に対して、一見こう正しく見える文章が作成されて、回答されると、そういうことなんですけれども、私自身も少し、試しに質問をしてみたところ、
その回答はかなり不正確というか、非常にこう内容としては正確性をこちらがこれが正しいか正しくないか分かっているという分野でないとですね、使用は難しいなというふうに思って見ています。したがって、市の業務で使う場合には相当使い方を考えた上で出ないといけないなというふうに思いますし、その質問をする質問の仕方のスキルの方もこれは相当ないとうまく使えないんだろうなというふうに思いますので、当面市の業務で使うということではなくて、もう少し研究をした上で考えるということかなというふうに思っています。ちなみにどんな質問をしたらどんな答えが返ってきますか？これ非常に何ていうか、単純な質問なんですけれども、飯田市長はどんな人ですかという質問をしたところ、私の個人的な経歴と全く違う回答が返ってきたので、これは要するにデータの蓄積は私についてはないんだろうなっていうふうに理解したんですけれども、そういったどこの分野に使えるのかということや質問の仕方をうまくしないことには使える形のものは、ないのかなというふうに思うんですけども、逆に全くそれを知らない人がこれを読むとそういうふうに理解してしまうかもしれないということも思ったので、やはり使い方は相当慎重に考える、特に行政というものとしてはそこに行政が使う場合は正確であるっていう行政に対する信頼度というのがあると思うので、それに応えるだけ答える形で使うということになると、相当うまく使わないといけないんじゃないかなというふうに私として思いました。ありがとうございます。ちなみに飯田市長は佐藤武さんということは書いてきたんですか？名前は書いてあったように思いますけれども、そこに書かれていることは全く不正確でした。はい、わかりました。ありがとうございます。その他いかがでしょうか？よろしいでしょうか？はい、ありがとうございました。それでは第2回定例会告示日主会見を以上とさせていただきます。どうもありがとうございました。